柏シ助文政13年10月27日は、道の国津軽郡出身の元大相撲力士。本名は千七1783年に、道の国津軽郡で生まれ、後に、現在の五所川らし鶴岡に相当する地で育つ。土地相撲で三役を務めていたところを勧誘されて、玉垣部屋に入門、1805年1月場所で、 初土俵を二段目付けでとして踏んだ。若名のりは、外が浜。文化5年11月に、頂きリスと改名。文化8年ウルー2月に入幕し、文化9年11月場所4日目から柏戸りスを、襲名。文化12年3月に大関昇進。公敵手である四代玉垣学之助と東西の、大関として対決した。体の柔軟さに課題が残るものの、 筋骨流々とした体格を存分に発揮して、優勝相当成績16回と、来電ため上門、谷風梶之のに次ぐ成績を残したが、全勝が一度もないのに加え、勝率もそれほど良いものではなかった。それでも力感あふれる豪快な相撲で、玉垣、学之すや成田木中五郎と競い合い、文化から文政にかけての相撲うご時代を築き上げた。 この成果が認められ、1823年に五条家から玉垣学之助と共に横綱免許を授与されたが、吉田塚酒に遠慮して、横綱土俵入りを含めて辞退した。良きライバル関係だった玉垣学之助が、現役史8月5日すると、柏戸は大きなショックを受けたのか1825年、1月場所では3敗7級と不本意な成績を残し、 そのまま現役を引退した。引退前には二枚観察によって、年寄り、伊勢の海を襲名していた。弟子の鳥、伊崎良介が1830年春に急世すると、後を追うかのように、文政13年10月27日に48歳で死去した。ABCD ベースボールマガジン社、大相撲名門立伝シリーズ、時津風部屋 P30 から34。 大相撲ジャーナル2017年6月号54ページ。ありがとうございます。